オークスファンチャンネル、どうも小柳です。お願いします。大野投手今季初先発、5月3日のね三軍、愛媛マンダリン戦にてね、大野投手が今季初の先発登板の方を果たしました。大野投手はですね、今季から先発転向に伴いまして、体作りの影響でですね、実戦登板がですね前回登板の4月25日までねずれ込んだというね、形でございました。でそこから中7日空いて5月3日三軍戦で、待望のね今季初先発の方を迎えました。投球内容がですね3回1安打3奪三振無失点というね、結果でね見事今季初先発というねことだったんですけども、順調な仕上がり、そしてね調整の方もうまくいったというね、結果だったんじゃないのかなというふうに思います。この試合はね39球の方を投じまして、最速が145キロということでね、まあ、やはり昨年中継ぎとしてね、40試合以上投げて防御率1点台というね、好結果を生んだんですけども、まあ、その時とはですね全く別の投球スタイルというね、いう印象がね、自分の中ではありましたね。昨年とねやはり大きく違うところがですね、昨年は決め球がですね、まんべんなくまっすぐだったりとか、まあ、スライダー、チェンジアップ、カーブというボールをねまんべんなく使って打ち取るというね印象だったんですけども、今回のね、先発登板ではですね、まあ、非常に決め球になってくるのがストレートとチェンジアップというねこの2球種のみでの、投球だったので、ストロングスタイルといいますか、こう三振を取りに行くスタイルというのがね、昨年とは大きく違うね、投球のスタイルかなというふうに思います。スローカーブもね何球か投じていてはいたんですけども、まあ、主にね、こうカウント球だったりとか、バッターのね初球ね、まあ、スローカーブを投げたりっていうねそういう使い方をしていたので、その辺もね昨年とはね大きく違うところかなというふうに思います。あとですね、もう一つ大きく変わった点がございまして、スライダーなんですけども、昨年はね、スロースライダーと言いましてね、大野投手が大体110キロ台のスライダーの方をね、投じていてはいたんですけども、今回ですね、投げたスライダー2球ぐらいあったと思うんですけども、球速の方がですね130キロ前後のスライダーだったということで、おそらくね、和田投手から教わったね、スライダーなのかなと。非常に和田投手が投げるね、スライダーに似てる変化量と球速だったので、まあ、すごいね、和田投手に似てきたなというね、昨年とはこう大きく違うね、そんなイメージを持つような、投球だったなというふうに思います。そしてね、やはり大野投手の最大の武器でありますこう投げっぷりの良さですよね。まあ、そこはねやっぱこう昨年と通じてね今年も大きくねやはりこういう部分が出てましたんで、やっぱここの部分がねやっぱこう大野投手の最大の武器ですからね、こう投げっぷりの良さというかね、まあ、そこはね今回もね先発ピッチャーとしてなんですけども部分がね、しっかり出ていたので良かったなというふうに思います。今回ね3イニング39球ということでね、まあ、これではね、まあ、しっかり無失点で抑えたので、まあ、次回登板ぐらいからね早くこう5イニングぐらい投げてほしいなというのがねこうファンの気持ちではあるんですけども、まあ、一応ね、大野投手のプランの中ではですね前半戦は3イニングで、まあ、先発させていくというね形らしいので、まあ、おそらくねこう先発ピッチャーとして、まあ、5イニング以上投げてくるっていうのはですね、まあ、今季の後半あたりですかね、まあ、夏場以降になるのかなと思いますので、まあ、その辺もねちょっとね楽しみに見ていきたいなというふうに思います。あとですね、まあ、今年からまたタマホームがねマウンドの土が変わりまして、まあ、完全なメジャー仕様に、まあ、タマホームのねマウンドも変わったんですね。まあ、そういう部分ではですね大野投手もね、まあ、非常にこう対応苦しむのかなというふうに思ったんですよね。まあ、今季初登板というかが、まあ、韓国の方で迎えてたので、まあ、タマホームではね、今年初の登板だったんですけども、まあ、一切ねそのマウンドの硬さだったりとかそういう影響も感じさせず、むしろねこう硬いマウンドの方がこうしっかりね、指にかかったボール投げれてたんで、非常にね、まあ、そういう部分でも大野投手適応力が素晴らしいなという形だったんでね、まあ、今年2年目の左腕投手ということでね、まあ、先発ピッチャーとして、大野投手がね、どういう風に、まあ、伸びていくのかっていうのがね非常に楽しみですし、まあ、次回登板もね、まあ、おそらく中7日前後相手のまた先発というね形をね、3軍で迎えると思いますんで、まあ、どんな投球をしてくれるのかね、楽しみだなという風に思います。本日の動画は以上でございます。